こんにちは、速稼塾の久保です。いや、久保哲郎想定外はそうなんですけども、でもね、吉田さん、あの時になんだこいつはって思ったはずなんですよ。で、それに対して他の人に対してはそんなこと思わなかったでしょ。これでちょっと失礼な言い方になるかもしれませんけども、あの20時間ライブに参加した方、もしくは10時間ライブに参加した方、たくさんいたと思うんですけども、多分ね、他の人印象残ってないと思うんですよ。私はとりあえずあの頃ね、やるかやらないか分かんないけど、とりあえずは印象に残って、なんか、あ、またコメント来てるわと思ったと思うんですよ。で、ライブをやったりサポートのなんか毎週水曜日ぐらいのやってましたよね。あれがあるたびに多分コメント来るんだろうなって腹積もりできたと思うんですよ。そういう先入観がね、ライブをすれば久保哲郎が来る、ある意味それは信頼じゃないですかね。で、逆にですね、久保哲郎が来なかった時は何があったんだろうみたいな、見放されたかと思ったかもしれないんですよ。そして次、アップセルなりなんなりをするときに、追い打ちセールをするときに、久保さんなら買うだろうと思って仕掛けたでしょ。だから買うだろうなという顧客に対する信頼ですよね。そして今はおそらくこのリレーっていうのはやってくるだろうなというふうなね、返信来るだろうなっていう信頼ですよね。だからね、他の人はね、やらないから信頼されないんですよ。で、商売で大切なのは信頼関係ですからね、だからどんなことでも噛みついてくるなとかね、やってくるなと思ったら、やっぱりね、信頼につながってくるんですよね。で、ともいう私もですね、100万円の商品売った時っていうのは12人の方が買うかと思って12人の方だけを集めたセミナーをやったんですよ。でも残念ながら6名でしたね、買ったのは。だから私としては制約率が低かったという、あの時は思ってたんですよ。まあ10名以上買うんじゃないかなっていうことだったですからね。要するに売上1000万ぐらいいくだろうと思ってたんですよ。それが600万ですから、一つの実績としてはやりきったなっていうところはありますけども、ただね、私的には敗北だったなと思いますね、まあ想定外であること、予想外であること、そういうものしか常識を破る、突破する、そんなね、起爆剤にはならないんじゃないかなと思います。皆さんの常識外はどんなものですかね。想定外はどんなものですかね。で、それが本当に想定外なら常識を破ってるはずなんですよ。常識を破っていれば思ってもみないような結果がもたらされてるはずなんですけども、いかがでしょうか。いってらっしゃい。